エレファスレ・キーは、新生代先進予行期から、後進予前期にかけてのアフリカ大陸に生息した、絶滅した像の一種である。象目、象下に属し、原生のアジアゾウと同族であるが、ナウマンゾウと同じパレオロクソドン族ともされる。アフリカ大陸東部に分布していた。ケニア、タンザニアなどから化石が出土。ほぼ完全な骨格が、ケニアの東トルカナより発見されている。 アジアゾウ族の起源はアフリカであるとされる。しかし、現在アフリカにはアジアゾウ族は分布していない。大型のものは肩高4.5メートルとアフリカゾウをしのぐ大きさとなる。前肢が長く、背中はやや後傾する。頭部及び牙は体全体に比して小さい。頭骨はアジアゾウに似て高さがあり、前後に短い形態であるが、この種で特徴的なのは、 前頭部がドーム状に膨らみ、眼下の位置が下がっている。球種は高葉間で、後の亜種になるほど顕著である。植生は植物食。エレファス属のウスバは高葉間であるが、これは硬い植物を噛み砕くことに適応した結果である。イーレックの初期から末期に至る一連の個体から、その経過を見ることができる。反乱源などに生息したと推定されている。 ありがとうございます。